どっちだよ。リュウタ集め。だいたい落ちる確率15回に1回ぐらい落ちたかな。このリュウタ意外と落ちない。意外と落ちなかったわ。はい、ってことでそんな感じで最初にねやっとこうと思って質問も来てたから、シュウね、これシュウ、これもう2体しかいないけど、多分これ何体もあったんよね。これミッションでいっぱいねシュウもらえるんだけど、これもらってこれね人によって違うんだけど、Z ランクシュウゲッツしてで合成するんよ。合成して、まあ、そのために今ねリュウタ落としたんだけど、まあ、これは前もやったけどね、これで合成する。ゴー。これね多分リュウの限界突破が9、あ、じゃあ8かな、あ、9か、9だね。はい、これでリュウの限界突破がプラス9になるよね。でこれもう1体、まあ、シュウゲットできるからね、これでこれもう1回ゲットしてラストシュウで、これを合成すればもう勘のいい人はわかると思うけど、もう1回ねリュウタ捕まえて合成すればリュウの限界突破プラス10になるのだが、そうするとシュウがゲットできなくなっちゃうよ。意味わかる？だから俺はこれめっちゃややこしいけども、こんな感じでリュウを限界突破プラス9かな、プラス9、ちょっと気持ち悪いんだけど、限界突破プラス9で止めて、でシュウを1体残しとくっていう、まあ、この作戦でいきたいなと思います。ちょっと質問来てたんでね、はい、答えておきました。やっぱリュウ強いからね、スキルレベルじゃなくてスキルレベルか、スキルが強いからね、種族効果が。はい、そんな感じです。ってことで今日はあれです、ゲートを特殊な縛りでやっていきたいと思います。いきましょう。GO！ ねいってことで、今日は四角州の間、クローンの間、縛りプレイでいきたいと思います。縛り1、特殊能力なし。あ、これは当然だね。ただ、特殊能力なしで本気でやっちゃうと、全部エンマになるんよ。もうなんとなく分かっちゃった人もいると思うけど、極エンマとかね、暴走エンマとか、暴走カイラーとか、もうなんならニャンボカイラーとか、もうそれ全部それになっちゃうから、それはつまんないっしょ。それはつまんないから、はい、縛りに、エンマなし。全部なし。エンマは全部なしでやっていきたいと思います。だから特殊能力なし&エンマ全部なしだね。はい、行きましょう。まず四国州の間、マックスのキズナースのとこね、パーティー行こうか。まあ、全部エンマなしなんで、全部エヴァだわ。いけるでしょ。これ強いから、エヴァは。エヴァコラボは終わらせないよ。はい、もうシンジ&カウルね。シンジ&カウルで倒していくっていう。これでやっていきたいと思います。全部エヴァです。行きましょう！ GO！これ無理っすね。これも1時間ぐらい実はやったんですけど、調査の結果ですね、HP が5000かなあ、今ですね、今入らないとフィーバーにね無理ということが分かったので、もうあれですね、あれしかない。お分かりでしょう。あ、ストップ反撃、ストップ反撃、反撃を来ないで、反撃来ないで、あと1回しかチャンスないよ、あと1回しかチャンスないよ。頼む頼む頼む、僕がやるんだろ、僕がやるんだろ。反撃を止めてくれ、来た来た。これでいけんじゃない？これで多分フィーバー抜けてシンジ君でいけるでしょ。これでフィーバー抜けてシンジ君でいけない？僕がやるんだ、僕がやるんだ、イエス。せこせこ、いやだ、縛りプレイだからさ、勝てばいいっていうのにしてくれませんか。たまにね、反撃が来ないことがあるんですよ。それまたなきゃちょっときついね。はい。まあ、一応勝ったんで、はい、許してください。ごめんなさい。はい、ちょっと企画ミスったわ。OK でーす。あー、もう疲れたよ。これもうゲート一回閉まったからね、俺。閉まってもう一回やったからね。はい。ってことで、次、あれですね、クローンですね。クローン行きましょう。おー、来たわ。よし、クローン行きまーす。はい、ってことで、ルールをおさらいしましょう。特殊能力なし。エンマなし。いきます。まあ、これかな。エンマなしならポカポカかなっていう感じかな。はい。まあ、ニャンボーのやつも、ごめん、1体入ってるけど、まあ、竜神帝でも多分大丈夫。竜神帝でもまあいいんだけど、まあ、せっかくなんで入れたけど、まあ、ポカポカパなら、それなりにいける気がする。はい、行きましょうか。下、HP200% スタートね。目標に100万かな。100万ダメージね。100万ダメージぐらいいきたいね。よーいよーよーよー。いやもうこれ、あんまスキル上がってないんですよね、ただポカポカは。これでフィーバー入れるの、これ。一回流すか、これ流して、モンスト君をいっぱい落とそうと思ったけど、モンスト君全然落ちてこない。モンスト君全然いない。1万7000、もうしょうがない。ごめん、ミスったけど。探せましょう、もう行って。で、これコンボ増やす。まあ、全員 G だし。で、行って、はい、これ行く。陣雷、これボナ玉いっぱいできるやつ。ボナ玉いっぱいできるんで、まあ、2個ぐらいいっといて、星たちをして、あ、でもこれ、大丈夫かいやー待って、咲かせましょう。やばい、切れる。やばい。しょうがない。なんか溜まって。オッケー。月の光を。待って、もう無理じゃないこれ。あと1回いけるこれ。これで終わりで、フィーバー抜けてか。うわ、100万ギリ。81か。82。82万プラス9万91万ぐらい。まあ、そんぐらいよ。HP200% で90万ぐらいだったから、あの人 HP いくつだったっけ ?270 万ぐらい。ちょっと難しい話なんだけど、3分の1ぐらいは削れたってことか。今の3回やれば倒せんだね。はい。もうこれしかないわ。エンマなしだと。失敗した。まあ、さっきの3回だから、漢方5個かな ?5 個だよね。多分。お助けなかったのね。これやばい。2500。21万。え、無理じゃない。これ倒せる。これ反撃で死なない？あぶねえ！ギリギリ。オッケー！漢方5個だね。なんか、たまにさ、特殊能力なし、漢方1個でクリアとかあってさ、で、実際内容を見てみるとさ、なんかもうお助け10回ぐらいとかさ、お助けめっちゃもらってさ、特殊能力なしで漢方1個クリアとかってあるけど、あれは俺せこいと思ってるから、個人的にね。それだって、せこくねって思ってるんで、まあ、お助けなかったら、まあ、漢方5個ぐらいかな、といった感じです。まあ、エンマなしでやったしね。ちなみにまだ、ご褒美のレベル2なんだけどね。マジで来ないわ、ご褒美。ちょっとネタっぽかったけどね。最後まで見てくれてありがとうございました。本日は以上です。明日も動画上げていきたいと思います。チャンネル登録してぜひ待っておいてください。また明日の動画でお会いしましょう。じゃあ。